どうも、じゃあ、ササヤンです。本日もニュースをつっついていきません。今日はですね、急遽名古屋入りしておりまして、今ね、僕は名古屋にいるんですよ。それで、今ね、もう後ろに見えておりますけれども、これは、名古屋ドームになります。で、なんで名古屋ドームの近くに僕がいるのかと言いますと、愛知県のリコール活動ですね。これ、愛知県知事のね、リコール活動なんですけども、もうそろそろね終了予定なんですよ。10月25日で、一部の地域を除いて、愛知県の大方のエリアではですね、リコール運動が終了するということなんですよね、なので、まあねちょっとね遅きに失したみたいな部分もあるんですけど、自分の気持ちの中でちょっとそういうのはあるんですけども、ただやっぱりね、僕もねリコール応援しておりますし、あるいはね何らかの形で、ね、こんな風にしたんじゃいいのかって、ね、あんな風にした方がいいんじゃないかとかっていう風にね、勝手気ままなアドバイスを送っているだけではですね、なんだよその上から目線はみたいな、そんなね、感じもしているので、なので、現場に、ね、入って、空気感をね、皆さんに伝えながらですね、もう本当ね最後あとね、2日ぐらいしかないので、なんとか頑張ってね踏ん張っていただいて、そして、リコールをね成立していただきたいなと、そんな風に思って今ね、名古屋ドームの近辺を、サングラスかけてね歩いてるんで、かなり不審者扱いなんですけれどもしょうがない、そんな感じでね、今歩きながら撮影しております。はい、名古屋ねやっぱりねいい感じですよね。ちょっとね関係ないけど、ほらここ今ね名古屋ドームのすぐ手前に、ね、でっかい駐車場があるんですよね。僕ちょっとね名古屋ドーム、愛知県に足を踏み入れるのも、人生で僕多分これ4回ぐらいゲネなんですけども、これ見てくださいよね、ドームのすぐ付近がもう駐車場になってるじゃないですか。素晴らしい球場ですよね。こんな敷地があったらね東京だったらもうすぐね、ドームホテルドーンって感じでね、なんかねもうほんと金稼ぎのもうじゃんみたいなねそこまで言ってるかどうかわかんないけど、まあそんな感じで、都会ではね本当の東京都あたりではやれないようなドームのねお敷地作りになってますよね。いやいいと思いますよね。今日また試合があるんでね、今の時間なんで今ねだいたい夕方の4時ぐらいなんですけども、もうすでにね人通り結構ありますよ。ちょっとこういう風にこうやって見てます。ほらね結構人ね歩いてるでしょね、どかどかとねみんなねドームの方に向かって歩いてる最中です。逆に、ね、ドームから離れて歩いてるのは僕だけですから、ね、今のところね。しかしこうね名古屋の方に入ってみると、別に本当普通のなんていうかな穏健な人たちだと思うんだけども、なんで大村知事っていう人はなこの芸術美術のためにですねこんなに、愛知県民を二分するようなね画策をしてしまったのか、まあ狙っていたのか狙っていないのか分かりませんけれどもね、まあ津田さんを狙ってやってたんでしょうけども、大村知事まではそれを知っていたかどうか分かりませんが、ただ、津田芸術監督さんですか、あの方を指名したのは大村知事さんですし、津田さん自体はかなり左に寄った方なんで、まあ何かしらするだろうっていうのはね予想がついていたでしょうからね、それがね分からなかったっていうんじゃちょっとね示しがつかないですよね。はい、でここがですね、名古屋ドーム、地下鉄から名古屋ドームに向かうというちょうどねエスカレーター付近なんですけども、ここで、皆さんね、リコール運動されてらっしゃる方、活動されてらっしゃるんですけども、結構ね、人が立ち止まっているというのと、あとねもう一つはね結構若い人ですね。さっきからね、大学生ぐらいの方なのかな、その方たちがですねこう立ち止まらないで、そのまま、ね向かっていくんですけども、なんでかっていうと、いやもうやりましたと書きましたって言ってる方はね結構大勢いらっしゃるんですよね。なんかちょっとね素敵だっていうかね、ありがたい話ですよね。若い方がねこういったものに関心を持ってくれて、そして署名をもうすでに済ましていると。逆にね愛知県知事リコール運動、これもっとね年配の方々が興味を持ってくれるとね本当にありがたいんですけれども、非常に純粋で金に綺麗で、はい、ですからね逆に言うとね自民党系の政治家からも嫌われるんです。あ、例えばね衆議院議員の時ね、彼は議員会館に住んでないですから。あ、そうなんですね。国民の税金のところに住めるだろう。だから駒込にね別に借りて住んでますから。それから議員の時に彼が盛んに言ってたのがね議員年金の廃止なんですよ。はいはいはい、そんなのおかしいと、政治家に年金がねひったくれもあるかと。
我々は嫌われますよね。うん、ですからね、まあ清廉潔白すぎるんですか。そうそうそう、清廉潔白すぎる。うん、だからね、この名古屋でもね、まあまあそういうは年収800万でやってますからね。はい。うん、もう少ないですよね。もうだから3億以上返してますからね。はい。まあだからね、ちょっとだからね、こう率直に言ってね、味方ができにくいんですよ。あの味方になってね、得になることないから。そうですね。ないんですよ。右連にしろと言われるだけだから。いや、ね。だからね、非常にまあそういう意味で昔からね、こう応援してやりたいなと思ってたら、まあ私もあの富田さん同様ね、引きずり込まれて。なるほど。一方でね、私あの高須先生の地元でもあるんですよ。高須先生のことはよく知ってます。はい、私の実家もあの医者でしたから、私は医者じゃないですからね。はい、でどちらかというとね、私の親父なんかはね、高須、まあ、先生のお母さんね、はい、非常にね美人でね、はい、次から次へね男をね、まあこういう記録に残るちょっとまずいな、ね、まずいことは言わないでください、まあ、まずいこと言わないようにします。ここでストップね。まあだからね、非常に気をつけないから、ね、どちらかというとね、で高須先生のお母様を、奥さんじゃなくてお母様を知ってらっしゃる、が私のあの父親なんかの世代がよく知ってます。ああ、うん、それぐらいからじゃ まあ古くからご存知、ね、魅力的で、小さなことで今聞き取れないように言いますけどね、確かね、私の記憶に間違いなければね、噂話として聞いておきますけど、噂話純粋ね、もう 今となっては確かめようもないんですけど、はい、それは昭和20年代か30年代の新聞をね、はい、丁寧にチェックすれば、はい、うん、まあそれぐらい魅力的な人だったんですよ。ね、いや本当まあだからね、でも私は高須先生はね、こう付き合った時ね、本当に爽やかですよ。ただ本当にこううまいですよね。こう非常にこう例えば有名人を連れてくるとかね、はい、あれはね絶対私なんかの発想ではもうとってもできない。もうね愛知県人っていうのはね、もうとにかくね面白みがない。あ、そうなんですか。いや、もうとにかくねコツコツ働くのは好きだ。もうだからこれもちょっと大きな声で言うとね、差し障りがあるけど、結局ねトヨタ系の工場に働いてる人はみんなそうですから。でも外部から見ると、うん、僕はね愛知県外の人間ですけど、うん、県外から見ると、うん、愛知県の人ってそんな地味には見えないですけどね。むしろなんていうんですか、デラデラ言ってる、ね、デラって言いません。だからはっきり言ってね、ケバい人はみんな東京行くんですよ。それはどこの田舎でもそうじゃないですか。ケバい人は本当。それから例のもうあんまり今の世代の人には向かないけど、例の双子の姉妹ね。双子の姉妹、ああじゃなくて歌手の方ザ・ピーナッツ。あ、ピーナッツ、ピーナッツ、うん、あれは常滑ですからね。ああ、知らない。もう全体なんだけど、分かんないけど。知らないでしょ。もうすごくあるね。あ、ザ・ピーナッツだね。ピーナッツ、ね。それからね、そういう意味ではね、芸人は多いんですよ、芸人は。あ、芸人が多い。うん。非常に芸はね、盛んなんです。うん、なるほどね。それからね、私は残念ながら経験したことはないけれどもね、昔はね、名古屋の芸者さんはもう天下一品だったんです。あ、そんなね新橋とかね、はいはい、そんな東京の芸妓さんなんかね、もうとそんな全然足元にも及ばない。なるほど。もうね、それはもうね、愛知県にもじゃあああいう花町みたいなのがこうあったんですか。なるほど。そう、正直言ってね、旦那衆っていうのがいましてね。あ、堀川沿いの旦那衆っていうのは、これみんな材木問屋なんです。はいはいはい、実は私の母の実家もその一つなんです。うーん、ね、だからね、堀川沿いの旦那衆っていうのはね、まず仕事はもう番頭に任せて、はい、仕事はしないと。仕事しないんですか。あ、なるほど、ね、そうそう。でも旦那衆って、ね、そういうね、色恋とかそっちもすごいのかもしれないですけど、旦那衆ってそのポケットマネーでこう、うんうん、
若手をね育成するとか、なんかこう新進気鋭な人に対してこうね施しを与えて、でそれを裏から支えるみたいな、そういうなんかね、そうですよ。全部だからね、例えば私はこれも録画されてるのかな、カットしますけどね。ぜひね、ちょっと固有名詞をカットしてください。まあそれもね、要はもともとは堀川沿いのね、はい、材木問屋の次男かな、次男坊だから金をもらってね、お前なんとかせえと。でただね、本人は働かない、番頭に全部任せてね、はい、だからね、そういう意味ではね、ものすごいいい話だ。今ね、はい、みんなもう死後になってる太鼓持ちって知らないでしょ。太鼓持ち知ってますよ。知ってます、はい、本物の太鼓持ちいるんですよ、この名古屋に。え、それは名古屋のね、ロータリークラブにいますね、名古屋ロータリー、はい、名古屋ロータリーに太鼓持ちの達人がいるんですか。いや、ってか本物の太鼓持ち本物の太鼓持ち本物の太鼓で、一応彼はね、確か不動産業をしてるけども、はい、その代々太鼓持ちの、うん、太鼓持ちのね、ちょっとね、お名前、代々太鼓持ちってどういうことですか。いやいや、そのだからね、この芸者さんと一緒にお座敷に行って、そのお座敷の雰囲気が壊れないように賑やかしい、そう、はい、ということで代表請求者の方や受任者の方とお話をさせていただいて、1時間以上のディープな話を伺ったんですけれども、話がギリギリ遠くすぎてほとんど使えないっていうね。なので大丈夫そうな部分だけ面白い話をつまんで皆さんにお伝えしたつもりだったんですけどもね、いかがでしたでしょうか。まあ一言で言うと、名古屋の人って面白いねっていう感じですかね。で、署名の状況なんですけれども、僕はリコール事務局に伺っていないので、オフィシャルな数じゃない数字がね、一人歩きするのもあれなんで伏せますけれども、愛知県全体の集まり具合で言いますとね、署名の集まりで言うと、もうあとね、一歩二歩という感じらしいです。なのでこれから署名活動が本格化する、岡崎市、富山町、豊橋市、稲沢市、知立市、この5つのエリアでですね、お知り合いの方いらっしゃいましたら、ぜひね、皆さん一声かけていただいて、大村知事リコール署名にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。それと、今回ですね、撮影にご協力いただきました美穂さんはじめ多くのボランティアの皆様、ありがとうございました。長時間お話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。さあ、こんな感じでちょっとね、話がなんだかまとまってそうでまとまってないような気もしますけれども、最後はいつもの通り謎かけで締めたいと思います。愛知県知事リコールとかけまして、残りの5地区取っときます。その心は終わりじゃないよ。これからもう一回熱を入れ直して、刀鍛冶のごとくですね、カッチャンカッチャン、高須のカッチャン、またギャグ言ってしまいましたけども、鉄は熱いうちに打て的なノリでね、署名の方よろしくお願いいたします。ということで、本日も面白かったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。ササヤンでした。